スポーツイベントの企画運営を、に携わりたいと思う子がいましたら、まずは学校のスポーツイベントに携わったりするといいかもしれません。他にも学校でイベントとか、小さなイベントとかあると思うんですけど、そのイベントを、こう、まあ、運営している人に声をかけて、ちょっとお手伝いさせてくださいだったり、学校外の,あのイベント、 スポーツイベントとか地域であったりすると思うんですけど、そういうイベントにちょっと顔を出したり、あの、興味があります。ちょっと運営に携わりたいですっていうことを言ってみると、小さなお仕事をもらえたりして、こう、イベントを回す、イベントを運営するってどういうことなのかなっていうのを感じることができて、そして、働き始めるときも、 またアピールポイントになったりするのかなって思うので、ぜひ、あの、学校外だったり、学校でもイベントに関わるといいかもしれません。